はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望乱世紀続きをプレイしていきたいと思います。でここまでですね、信長なんですが、画面の左下ミニマップの方に赤い色塗りでされているところが信長の勢力圏内になります。で美濃に関してはね、3分の2を収めているんですが、一部信長ではなく家康領ということで、大道場を取られてしまっているんですが、これは合戦に参戦を要請した家康がそのまま城を占領し続けているというね、状況なので、まあ、これもね今後なんとかしていきたいなというふうに思っています。であとはですね、近江に関しては観音寺をすでに信長が支配権に収めていますので、今後はですねこの近江平定しつつ大阪方面、ここもね睨んでいきたいなというふうに思っています。では早速続きの方をプレイしていきましょう。まず人事のところですね、ちょっと見ておきたいんですが、信長は現在どこにいるかというと、すでに信長はこの観音寺に入っているので、今後の戦闘を睨んでですね、まず軍団を再編成したいと思います。で、優秀な家臣はですね信長の直属に入れておきたいので、現状ですね紀伊を攻めたばかりなので、ここからですね近江に武将を引き抜きます。まあ、信長の直属に変えるというところですね。そこには秀吉、信虎、半兵衛、勝家、利家、まあ、この辺りまではね、もう一気に引き抜きましょう。で軍団の方も再編します。丹羽長秀軍団を創設しているので、この丹羽長秀軍の中に第二軍団に入れ込みます。こんな感じですね。なので信長の直轄が近江、美濃、尾張で、丹羽長秀軍これがですね伊賀、伊勢、大和、そして紀伊と、この4カ国を第二軍団に任せましょう。まあ、ここはね、この先臨機応変というかね、いろいろ変えながらプレイはしていきたいなというふうには思っています。では早速続きの方進めていっちゃいましょう。ここはこれで一旦実行にします。でもう狙いはね完全に近江、あとは越前方面ですね、朝倉、この辺りを攻めていきたいなと思っています。この誰かが何者かが引き抜きをかけていますとかっていう時に、その引き抜きをかけているであろう大名のところで一時ストップするんで、誰が謀略を仕掛けてきてるのかが丸分かりっていうのはあるんですけどね。さあ合戦パートです。伊達と葛西です。まあ合戦に際してはここまでのプレイフィールドを、まあ、訓練度合いと、あとはその合戦を行う場所の各勢力ですね、ここをいかに取り込んでおくかっていうのがかなり重要な合戦の要素になってくるなというのが分かってきたので、合戦を仕掛ける前にね、そこに土着するものに関してはしっかり懐柔策を取っていきましょう。でイベントが始まります。これは羽柴秀吉への改名イベントになりますかね。ちょっと見ていきましょう。
はい、というところで今秀吉の改名イベントを見ていただきました。これで木下秀吉から羽柴秀吉に名前が変わったはずですね。では軍団を再編してますので、まず軍団のね、方針を決定しておきましょう。第2軍団丹羽長秀軍なんですが、こちらの方針、攻略の方針で、狙いは畠山、ここの攻略を任せましょう。であとはですね、それぞれ開発とかはね、これをやってしまうとまたやり直しなのですいませんね、ちょっと同じことをやりますが、あと奉行関係ですね、ここもしっかりやっておきましょう。まず信長に関して言うと、しっかりと土用をやってもらいたいので、信長は土用もうなってるね。残りの1枠どうしようかな。秀吉は引き抜きにする。でどこを引き抜くかというと、そうだな、将軍家にいきなり弓引くのはどうかなと思うので、ここは朝倉に照準を絞りましょう。で誰にするか、これまだ忍者を使ってないんで、どこに誰がいてどれくらい寝返る可能性があるのかっていうのが全くわからないんで、そうだな、一番若い土器にしておきましょう。若さゆえのほにゃららみたいなのありますからね。あと軍事関係で言うと訓練を入れてあるので、まあいいかな。あとはもう1枠訓練入れておきますか、半兵衛に。あとは警戒で言うと誰か警戒できるかな、剣豪クラスがいないんだよね。そうなるとまあ武勇の高そうな利家に警戒を任せましょう。で開発も順調に進んでるんですが、残りが5もあるので、開墾をさせて他も回収させたり、いろいろ枠は使っていきましょう。まあ、せっかくある枠はね、十分に使っていった方がいいかなと思います。この先合戦が続くっていう可能性を考えておけばね、訓練や武器を買うためのお金っていうのはいくらあっても困りませんからね。特に商業系、あとは戦争になっても戦い抜けるだけの兵糧ですね。さ、このあたりはもう指示を出しておけばいいっていうのは、この乱世紀ならではの、まあ物足りない部分でもあれば楽な部分でもあるかなと思います。では一旦これで進めていきますか。その前に賞罰で誰かに与えておいてもいいけど、ここはまだ誰もいないね。じゃあ先に進みましょう。いやいやいや、肝心の勢力への根回しをしておかないといけないですね。加賀国州、いや越前だな、若さ、ここに対してしっかりと金を積んでいきましょう。兵糧もお金もだいぶ溜まってはきてますね。まあ、親密になるまではしばらくこれを続けていきます。なんでもうこれをやり続けるだけといっても過言ではないんですが、もう内政をやるってなったらほぼこれになりますね。しばらくはさっきもお話したように内政は奉行を任命すればそれで終わってしまうので、他にある種やることがないんですよね。ではこれで今度こそターンを進めていきましょう。まあ、足利の将軍家を潰すのはもうちょっと後でもいいかなってところですね。越前を食って摂津を食ってその後でもいいかなっていう感じはします。
おっと、信長の第二軍団がいきなり攻め込んだか。しっかり負けてるね。まあ正直言って第二軍団は戦闘に長けた武将はあまりいないというのは事実ですからね。まあ、この結果は仕方ないんですが、武将が捕まって徒用されたり逆に殺されたりするとね、その分戦力が落ちさらに落ちてしまうんで、そうならないようにだけは気をつけましょう。五島六角の家臣ですね。能力は政治が78はなかなか使えますね。しかも特技で徒用外交連射、ただし使えてはくれませんでしたというね、なんともなオチですが、じゃあ交渉を引き続きやっていきましょう。まあ、ここはねどうしても手動でやらなきゃいけないので少し皆さん退屈されてしまうかもしれないんですが、お付き合いをいただければと思います。まあ基本的にはもう若さですね。で、あとは自社でここもね若さに対して半兵衛を送り込んでいきましょう。であと摂津ですね。摂津半兵衛がちゃんとやってるかというと多分ねやってなさそうな感じがするんで、半兵衛じゃないね、丹羽長秀が多分ね何もやってないので、こちらから秀吉成誰なりを送ってちゃんと親密関係を作っておきましょう。この後ね、お金に余裕が出てくれば当然大筒を買ったりとかもしていきたいんでね、そのためにお金は節約しておきたいんですが、今はそうは言っても先に国を大きくするのを優先にしましょう。であとなんだっけな、どっかが旧敵になる、ああなってるね。少連寺がめちゃくちゃ怒ってるね。まあ家康の仕業だろうこれは。せめて友好関係にしておきましょう。対立か、それでも対立なんだね。米をあげてもなお対立。本当家康許せないよな。いろんなところで策謀を巡らせてる感じがするな。いや無謀なんじゃないか。ただ城は1個は取ったんだな。この後本願寺をどう攻めるかですね。本願寺とまともにぶつかるのがいいのかどうかっていうところですよね。本願寺にするか足利を攻めるか、ちょっと悩ましいですが、まあここは本願寺に攻撃を仕掛けますか。よって軍団の方針ですね。第二軍団の方針は攻略目標を摂津にしましょう。でだ、そうは言ってもね、交渉をしっかりやっておかないと摂津の国衆がどちらにつくかわからないので、ここは信長を使って親密にしておこう。丹羽長秀軍がどのタイミングで攻め込むかっていうところまだコントロールができないですからね。いつ攻め込んでもいいように国衆には常に親密の状態を保ちましょう。でだ、その他の越前に関してはさっきまでと同じですね。越前の国衆と寺社衆の親密度をバリバリ上げていきましょう。まあ順調に兵糧とお金が減ってますが、まあこれは戦に勝つための
支度金と思って惜しみなく使っていきます。で、少林寺もね、結局対立状態になってるのって、いざ家康が合戦を仕掛けてきた時にかなり不利な状態になるんで、ここもせめてね、有効状態になるように注意を払っておきましょう。根は深いですね。金を差し出しても対立から有効に関係が改善されなかったな。おお、庭長秀ぐいぐい行くな、ぐいぐい。いや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 、取られてんじゃねえか、城を、本願寺に。話にならないな。マジか。庭長秀くんぐいぐい行くなとは思ったけど。さて、そうするとだ、結局摂津は完全に本願寺の手に落ちたので、ここからね、万が一攻められないように、あるいは次攻め込む時のために、摂津の国衆には金をばらまいておきましょう。いや、本当にやってくれたな、庭長秀は。まあ、摂津を取ればね、もう本当に信長の基盤が盤石なものになるかなとは思うんですが、あとはね、少林寺の対立のままになってるからね、ここなんとかしたいんだけど、いざっていう時に味方にならないまでも中立を保ってくれないとな。いやー、第二軍団かかんだわ。いや、飯抱えられるねー。これ信長自ら攻め入った方がいいんじゃないかな。このまま行くと逆に本願寺に城を取られる気がするけど、浅井と朝倉、うん、違う、足利と浅井ですね。ここは中立を保ちましょう。あ、浅井が取ったな、城。となるとこれは足利の将軍家をもう叩いた方がいいな。ここは中立を守りましょう。お、一騎持ちの国になったな。これは好都合だな、我々としては。まず美濃を平定しましょう。その格好のチャンスがやってきましたね。早速打って出ましょう。ただし、この先を見据えて、金のばらまきだけはやっておきます。いや、でも結構ばらまいたな。だいぶばらまきましたね。
さて、何も変わらなかったけど、まずは美濃の平定だな。美濃の平定のために出陣していきます。ちょっと待ってね。出陣元はここにしないとダメってこと？そういうことだね。ちょっと待ってね。戦力的にどうなのこれっていう感じはするな。武将を移動してしっかり勝ちに行った方がいいね。ここは人事移動してでも動かしましょう。あとは正直言ってちょっと紀伊から大和に武将の数も動かそう。ここ、このまま行くと本当に危ない。紀伊が、なのでもう一ターン逆に猶予ができましたね。そうか、信長秀吉は動かせないか。まあしょうがないな。さらにターンを使うのはもったいないからね。アザインをどうするかだな。もうアザインもお市様の婚姻のイベントを見る前に滅ぼしてしまった方がいいかもしれないですね。いやー、本当に本願寺相手にボロボロだね。ちょっと戦略の見直しをして先に足利将軍家を滅ぼしてしまって、信長の軍勢をむしろ足利将軍領から奪い取った山城から摂津になだれ込むっていう方がいいかもしれないな。お、これは鉄砲287丁を収めてくれたな。ありがたいですね。中村和氏だ。中村和氏は能力的にはボロボロですけど、ここはしっかり武将の補充という意味でありがたく登用しましょう。じゃあここは先に合戦してからだな。一合戦しましょう。半兵衛、信虎、ここは戦闘力の高い武将を中心にしっかり組んでおきましょう。で、二打隊を入れて、これでいこうかな。共同軍の要請、ここはどうする？浅井にでも要請する？まあ、どう言うかは別にしてですね。利用できるものは利用しましょう。だ、浅井め。では交渉しておきます。黒人衆疎遠か、しまったな。これ信長が行ってどうにかなるかな。せめて中立を保ってほしいんだけど。有効になった。一発で有効になったっていうのは本当にありがたいな。そうすると足利将軍領にちょっと標的を変えるので、山城にも送っておく。もう金と兵糧をガンガンばらまいてるだけでもう半分ぐらいになっちゃいましたけどね。今回のゲームを始めた時と比べると。で、寺社衆だな。寺社衆に対しても林を送ってしっかり。前田玄意じゃねえか。しかも
ここはね、確実に勝ちたいとこなんですよね。ちょっと待ってね、攻撃側が3人しかいないってどういうこと？もうちょっとさ、出陣させたじゃん、しっかり。わけわかんねえことになってんだ。あ、大丈夫だよね。あ、そうか、もう一つ城があるから、そっからも出陣しますよっていうことだよね。ここは半兵衛、いや勝家だな、勝家を総大将に任命して確実に城を取ろう。隊はここに待機させるでしょ。結局あれなんだよね、二打隊とか狙われたらもうすぐ尽きるからね。あとは半兵衛、半兵衛はここに残しとこう。半兵衛がやられるとそこまでなので、もう合戦になってるな。早速いや、いきなり部隊の士気が低くなってるってさ、勝家が突出しすぎじゃないの。やってくれるね。いや早いよみんなさ。雨が降ってるね。こらこら、勝手に帰り出すなよ。軍勢の数が半分になってるからな。信長なしではきついのかな、やっぱり。城にすらたどり着けてないからね。さあどうなんだ。これ見てると
勢の数とかっていうよりかは単純に士気の問題の気がするんだけどな。気合が使えないしね。あれ気合って大将がいないと使えないとかそういうこと？また休みたがるのかみんな。結構みんな休みたがり多いからな。いやこれ信長がいないと話にならないな、というのがよく分かったぞ。家康あたりに美濃をぶんどられる前に何とかしたいな。いや半兵衛もね突っ込んでもしょうがないからちゃんと陣に戻ってきて。いや半兵衛が壊滅したか。いや気合が使えない意味がちょっとよくわかんないな。どういうこと？うわ、うよいるなやっぱり。いやーここはしょうがないですね。ミグも追加で出陣させる？そしたら、まあ、どうにかなるとも思えないけど。敵が迫ってきてるし。いやーやってくれるね本当に。いやーまさか美濃攻略戦で敗北するとは思わなかったな。また出てきてるしね敵は。まあこのままね座して待つわけにもいかないので、ミグモを出陣させて防衛に当たらせましょう。まあ、このまま時間が経ってこの戦いが終わるのを見守ることしかできないな。いやでも本当に強いな敵も。まあ戦い方ちょっと今回の反省をするんであればどうなんでしょうね。士気の回復の気合が使えなかったっていうのが痛かったな。いや、やっぱり信長を出陣させるべきだったんでしょうね。まあ再起戦でしっかり
美濃攻略したいな。下手にね、ここを武田に取られたりすると厄介極まりないんで。ではちょっとね、このまま時間が経つのももったいないので、と思っていたら出てくるんだよね。しっかり出てくるね。いや、裏で進めときますねって言おうと思った矢先ですね。いや、この岩村城を落とされるわけにはいかないからな。三雲に頑張ってもらうしかないんですけど。よし、なんとか守りきったって感じだな。また本願寺攻め込んでるよ。飯抱えられてるし、ちょっと本願寺に攻めさせるのやめよう。丹羽長秀がどんどん武将を放出してるようでしか見えないんで、まずこれをやめさせましょう。いや、なんかもうちょっとしっかりやってほしかったよな。7月、来月になると一気にお米が入ってきますね。まずは軍団で方針を。いや、丹羽長秀軍ひどいからな、はっきり言って。開発にしよう。でだ、問題は人事異動で、信長を移動させます。岐阜城へ移動。秀吉もだ。まさかここまでひどいとは思わなかったからな。で、兵士の数が回復するまではしばらくおとなしくしてるしかないですからね。しっかりと抱き込みはしておきます。これさ、少連寺って味方に組み込めるの？そもそも。有効にはなったね。これでこのままずっとしていって親密状態にできれば、合戦の時味方になってくれるのかな。そもそも少連寺がだってここの城を奪ったわけでしょ。若干疑問だけどな。いやー、もう丹羽長秀軍は戦争はダメですね、本当に。武将を何人失ったことか。大久保ね、これ徳川の家臣ですね。そうですね。統率74はなかなかですね。さて、そしたらまずは人事で処罰与えられるやつがいるかどうか。まあ自動にしてあるんで大丈夫かな。任せておきましょう。でだ、交渉だね。特に妻夫木、あとは何といっても、少連寺の動向ですね、気になるのが。うわ、対立戻ってるな。これは無理だな。無理だということがよく分かったので、
そうなると今うだうだするよりは戦力の回復を待って黒人衆だけは味方につけて、合戦に乗り出すというのがいいかな。ちなみに今合戦に出陣するとなると兵力的には信長秀吉が1000ずつ出せるだけか、残りは400。訓練度合いもちょっと低いのが多いな。ここは一旦やっぱり待ちましょう。で、奉行で訓練系をさっと終わらせたいので、ただ全員入ってるか、じゃあしょうがないね。はい、ではちょっと今回はね、本願寺戦、あとは美濃攻略戦ともにちょっと不甲斐ない戦いをお見せする形になってしまったんですが、やっぱり信長の野望は一筋縄ではいかないですね。なので次回は信長自ら美濃平定戦を行い、丹羽長秀軍はもう本願寺は攻めない、この後の戦略は美濃を攻略した後は足利将軍家を倒して、第一軍団に組み込む、信長の直轄領に組み込んだ後大阪本願寺を攻めたいと思います。というわけでね、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。